は12時になりました。シエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジということで、今日は1月1日火曜日ということで、今年初のラジオをお届けしていきたいと思います。この時間は毎週いろんなテーマに沿って健康につながるお話をしていきたいと思います。ということで本日のテーマ、今年の抱負についてです。どうぞ1時間お付き合いください。この番組は FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジ。この番組は読谷村健康づくり推進協議会、読谷村役場健康推進課の提供でお送りいたします。12時4分になろうとしております。改めまして皆さんこんにちは。この時間は毎週火曜日、この時間はシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジと題しまして、皆さんの健康づくりを応援するパーソナリティの平田美希がお届けしていく1時間のトーク番組となっております。どうぞ12時から1時までの1時間、 FM 読谷の本スタジオから生放送でお届けいたしますので、お付き合いよろしくお願いいたします。ということで改めて、はい、明けましておめでとうございます。まあね、2017年に入って初めての眼中チャレンジということですのでね、はい、挨拶をさせていただきました。もうね、今年入って10日も過ぎてはいるんですけれども、初番組でございますのでね、はい、また今年も今年もですね、眼中チャレンジ引き続きお届けしていきますので、皆さんの、はい、ご協力、なんだろう、応援よろしくお願いいたします。引き続きこの番組では健康推進課のお知らせを交えながらテーマに沿ってお話をしていきますので、ぜひ皆さんこれからも応援よろしくお願いいたします。ということで2017年スタートして10日が過ぎましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあね、年末年始とお休みをされた皆さんも、まあね、子どもたちは冬休みも終えて、今日からまた、先週は多分1回だけかな、はい、学校行ったのは、まあね、社会人の皆さんも仕事がまた始まって、今日からね、スタートしているところもあるかと思いますが、またね、新しい年を迎えて、
また新たな気持ちでスタートしていただきたい、あ、いただこう、あ、いただきましょう。私も新しい気持ちでスタートしていこうと思っておりますよ。そしてこの3連休、昨日まで3連休だったところも多かったと思いますが、はい、日曜日は成人式が行われておりましたね。新成人の皆さん、本当におめでとうございます。これからね、大人にもう社会人になっていろいろと勉強することもたくさんあるかと思いますが、またね、自分で、まあ、特に私の番組では健康とか健康診断しっかり受けましょうというお話をしているんですけども、やっぱり社会人になると学生とは違って、まあね、いろんな面で自分でスケジュールを組んだりいろいろと調整しないといけなくなると思いますね。自己管理というのはすごく大事となっておりますので、ね、社会人になった皆さん、これから、まあ、もちろん今までしていた子たちもいるかとは思いますが、社会人になるにつれていると学んで行ってほしいなと思いますので、ね、頑張ってください。まあ、楽しく過ごしてもらえたらなと思いますので、いろんな人と出会っていろんな方々のお話を聞いてもらえたらなと思いますよ。本当に新成人の成人式を迎えた皆さん、本当におめでとうございます。とね、今日のこの番組では、まあ、後半に、まあ、テーマに沿って今年の抱負ということでお話をしていくんですけれども、まあ、20歳になった皆さんにも声かけをしたいなことがありますので、はい、後半にお話をしていきたいなと思います。ということで今日のテーマなんですけれども、今年の抱負ということでメールテーマ募集しておりますので、皆さんぜひお時間ある方は、まあ、ご飯を食べている方が多いかと思いますが、お昼時間ですけれども、ぜひメッセージ送っていただけたらなと思いますよ。ということで、ここでメールアドレスを紹介します。すべて小文字で FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp、 すべて小文字で FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp です。また FM 読みたん、去年のね、夏7月から無料でアプリを配信しております。そこからユーストリーム画面、映像もね、見ることもできますし、またそこからホームページへ飛ぶことが可能となっておりますので、ホームページからも番組へメッセージを送ることが可能となっております。どちらかを利用してください。また FM 読谷にはたくさんの番組パーソナリティがいらっしゃいますので、番組へメッセージを送る際は、まあ、私の番組に関わらずどの番組へもね、送る際は懸命に必ず番組名を入力をして送っていただけますようご協力お願いいたします。まあね、そうすることで見つけやすく、またすぐね、読めますのでね、はい、ご協力の方よろしくお願いします。そして簡単に番組の流れを紹介するんですが、この番組は1時間生放送でお届けするんですけども、第3コーナーまではですね、12時45分頃までは読谷村役場健康推進課のお知らせをしていきます。その途中、この後ですね、12時12分には今日のお天気をお伝えします。そして後半第4コーナーからですね、今日のメールテーマに沿ってお話をしていきますので、ぜひメッセージを送っていただける皆さん、ぜひ第4コーナーまでに送っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。今日のメールテーマは今年の抱負です。どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは早速第1コーナーもあと2分3分切ってしまいますけども、はい、このコーナーからいきたいと思います。トントントン、ガッチマイ、はい、ということでこの BGM が流れましたら、今日のじゃない、なんか止まりましたね。どうしたんでしょうか。 BGM さっきのに変えます。ん、どうしたんでしょうかね。まあいいや、今日ちょっとこの BGM で、はい、そのまま引き続き行っていきましょう、進めていきましょうね。通常は読谷の歌を流すんですけども、ちょっと CD がおかしいようなので、はい、切り替えました。さあ、それでは第1コーナーは読谷村役場健康推進課のお知らせということで、毎週お届けしているんですけども、引き続きお知らせをしていきます。はい、毎週聞いている方はもうご存知かと思いますが、今日初めて聞いたという村民の皆様のためにお知らせです。昨年度平成27年度までですね、生活福祉部健康環境課という、ね、部名と課名だったんですけども、今年度平成28年度から部名と課名が変わりまして、健康福祉部健康推進課と変わりました。またね、健康推進課では妊婦、乳児から成人までの検診や健康相談のお知らせのほか、健康情報を発信してまいりますので、
引き続き今年度28年度もよろしくお願いいたします。またね、健康推進課、去年と場所が変わりまして、去年まで子ども未来課があった場所が今現在は健康推進課と変わっております。読谷村役場へ足を運ばれる際は場所の確認もぜひよろしくお願いします。子ども未来課があった場所が今年、今年度からはですね、今年度から健康推進課となっておりますので、場所の確認もお願いいたします。そして続けて、健康診断もね、今年度ずっとスタートしておりまして行っているんですけども、いよいよ健康診断今月中で終わりと終了となります。まだ健康診断受けていないよ、個別検診ね、まだ受けていないよという皆さんは、病院で受けることができる個別検診は今月1月31日までとなっておりますので、忘れずに受診していただきますようお願いいたします。まあね、集団検診もあるんですけれども、今年度は終了となっておりますので、まだ個別検診受けてないという皆さんは早めに受診していただきますようご協力お願いいたします。それでは引き続きですね、第2コーナーも健康診断などのお話を引き続きしていきたいと思いますので、引き続き頑丈チャレンジをよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。12時13分になりました。それでは今日のお天気をお伝えします。沖縄気象台11時発表、沖縄本島中南部今日は晴れ、降水確率はこの後夕方6時まで、10%、 夕方6時から深夜0時までも同じく 10% の見込みとなっております。日中最高気温は20度、風は北の風、そして波は 2.5 メートルの予報となっております。続いて天気概況です。沖縄本島地方の沿岸の海域では波が高くなっており、波の高い状態は今日のですね、夜遅くまで続く見込みとなっております。海上や海岸付近では高波に注意してください。そして沖縄地方は寒気の影響で曇っていますが、八重山地方は雲の隙間で晴れているところがあります。そして今日から明日にかけて沖縄地方は高気圧に覆われ、おおむね晴れるでしょう。そして沖縄地方の沿岸の海域では波が高くなっております。沖縄本島地方と先島諸島でも同じくね、高波に十分注意してください。ということで、とね、先週と変わってちょっとまた気温が下がってきております。まあね、これからお出かけする方、またね、夜もお出かけするという方は少し厚めの、はい、羽織物などを持参して、はい、出かけてほしいなと思います。だ、ね、気温の差で体調が崩れやすくなる季節となっておりますので、皆さん手洗いうがいしっかりこまめに行ってくださいね。以上、今日のお天気でした。
12時18分になろうとしております。 FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジをお届けしております。引き続きですね、第2コーナーは読谷村役場健康推進課のお知らせを引き続きしていきたいと思います。ということで BGM は変えてトントントン読谷の歌を流しましょうね。はい、ということで引き続きお知らせなんですけれども、はい、先ほど第1コーナーで個別検診今月31日までとなっておりますよとお伝えしたんですけれども、はい、今月ですね、なんと1月22日日曜日と29日の日曜日、なんと読谷村の診療所にて検診を行うそうです。ぜひですね、ご希望の方は直接読谷村診療所まで予約をしていただきたいなと思いますので、はい、この日日曜日となっておりますので、ね、ぜひ日曜検診、まあ、受けていただきたいなと思いますので、まだ個別検診受けていないよという皆さんはですね、早めにご連絡をして予約を取っていただきたいなと思います。今月の1月22日日曜日と29日、お肉の日ですね、お肉の日の日曜日に読谷村診療所にて行われます。はい、忘れずに受けていない皆さん必ず受けてください。よろしくお願いいたします。そしてまた個別検診受ける皆さんで、まあ、この、ね、22日と29日が厳しいよという皆さんはそれぞれでですね、4月に広報読谷と一緒に配布されました55検診カレンダーという、ね、A4 サイズのリーフレットがあるんですけども、はい、そちらの裏に医療機関の電話帳が掲載されております。各自で、予約をしてですね、個別検診受けていただきたいなと思います。はがきの皆さんね、それぞれはがきが届いているかと思うんですけども、必ず検診受けてくださいねということでね、個人に送られているかと思うんですが、はい、もう期限が今月となっておりますので、まだ受けていない皆さん早めに予約をして受けてください。よろしくお願いします。もうね、家族の皆さんで声を掛け合って、今年受けたねとね、声を掛け合ってほしいなと思いますので、特にお母さん、ぜひ家族の、はい、スケジュールなどをね、調整して、声をかけてもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。そして続いては病院へ通院中の方へのお知らせです。病院へ通院中の方も検診を受けてくださいということで、治療のための検査と予防のための検査は別物です。高血圧の治療をしていても検診を受けたら糖尿病が見つかったという方も中にはいます。重症化になる前に見つけることができます。かかりつけの病院に相談をし、健康診断受けていただきますようお願いしますということで、まあね、病院へ毎月通院をしている方も中にはいるかと思うんですけれども、はい、治療のための検査と予防のための検査は別物ですのでね、はい、まだ受けていない、そうなんだってね、今聞いて分かった皆さんは早めに受けていただきますよお願いしますね。もしかしたら多分受けていない皆さんは、な、定期的にですね、歯科医と集団検診、まあ市町村によっては集団検診をまだ引き続き行っている場所も中にはあるかと思いますので、はい、受けてくださいねとね、はがきが、また届いている皆さんもいるかと思いますのでね、早めに受けてください。よろしくお願いします。ということで、健康診断いくつかね、パターンが、まあ、あるんですけども、まあ、公民館で受ける集団検診は今年度は終了となりました。ということで、今月はもう残り個別検診、そして人間ドックまたは脳ドックが残っております。それぞれですね、各自で、スケジュールを調整して、忘れずに早めに受けていただけますようお願いします。そしてですね、日本人は、はい、2人に1人ががんにかかると言われております。がん検診も一緒に受けてください。実は読谷村でも大腸がん、そして肺がんなどが増えているそうです。ちょっとね、気になる皆さんは人間ドック、脳ドックとね、受ける方もいるかと思うんですけども、またね、年齢によって20代から40代からとね、がん検診を受ける対象となるものも異なりますが、はい、気になる方はですね、先生と、かかりつけの病院の先生とですね、相談をしながら、ぜひがん検診も一緒に受けてほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、
残りもあと30日も切ってますからね。はい、忘れずに個別検診、健康診断受けていただけますようお願いいたします。さあ、それでは続いてのお知らせです。続いては平成28年度読谷村人間ドック受診方法についてです。もうね、こちらも今月で終了となりますのでね、早めに皆さん受けてください。受診する方は連絡をお願いします。ということで、人間ドックを希望される皆さんですね、一度受ける前に読谷村役場健康推進課まで人間ドック希望しますということで連絡をお願いします。窓口はもちろんなんですが、電話でも可能となっておりますので、はい、人間ドック受ける前に必ず予約というか連絡をしてください。希望しますということでね、連絡をしてください。ではここで電話番号をお伝えしましょう。こちらは読谷村役場健康推進課直通で、電話番号は098-982-9211、982-9211となっております。そう、2年前まではね、窓口へ行かないと、また、受診期限というかね、申し込み期限があったので、はい、2ヶ月ほどあったんですけども、まあね、昨年度から、その人間ドック受診期間中もうずっと、はい、希望される皆さんは連絡して受付が可能となっておりますのでね、受診される皆さんは、人間ドックを希望される皆さんは一度読谷村役場健康推進課までご連絡お願いします。そして連絡をし終えましたら、希望する医療機関へ各自で予約をしてください。先ほどお伝えしましたゴーゴー検診カレンダー、こちらの裏面にもね、電話帳掲載されているんですけども、まあ、インターネットの環境がある皆さんは、まあ、携帯スマートフォンなどね、持っている方ほとんど持っているかと思いますけども、まあ、そこからも読谷さんのホームページから、見ることもできますので、どちらかを利用してください。そして予約が済みまして、受診日が来た際は保険証は今年はウグイス色、緑色となっております。保険証と検診受診券、こちら受診券と保険証は一体化となっておりますので、はい、皆さん黄色い部分と緑色の部分とね、一緒に配布されているかと思います。まだ受けていない方で、保管する際は切り取らずにですね、そのまま折り曲げてカードケースや財布などに保管してください。そしてこの2つと、がん検診受診券ということで、水色のハガキが届いているかと思います。このね、がん検診受診券、この3つを忘れずに持参してください。そして各医療機関が設定しております人間ドックの費用、だいたい3万円ほどかかるんですけども、その費用から特定検診および3がんということで、肺、大腸、胃、このね、3つのがん検診費用16,392円を除いた分が自己負担額となりますので、はい、受ける方はですね、このがん検診受診券も忘れずに、はい、受けていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。そして後期高齢者医療加入者ということで、75歳以上の方へなんですけれども、毎年ドック費用、ドック費用補助事業というものがあるんですが、はい、年度始めということで4月末でこの事業は受付は終了となっております。しかし75歳以上の皆さんも、このね、水色のハガキ、この受診券があれば一緒に受けることができますので、75歳以上の皆さんも、まだ受けていないよという皆さんはですね、今月中で、はい、この受診の受付期間も終了となりますので、早めにこちらの方も受けていただきますようお願いいたします。じゃあね、がん検診受診券受けたいけどハガキがないよという皆さんはですね、一度読谷村役場健康推進課の方に連絡をして再発行してもらってですね、ぜひ受けていただきたいなと思いますので、気軽にご連絡いただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、そして続いてのお知らせです。続いては平成27年度、はい、健康診断の受診率が確定しましたので報告させていただきます。平成27年度ということで、昨年度なんですけれども、昨年度の受診率は 44.3% と確定いたしました。その前の年の平成26年度よりですね、 1.2% 増加しています。少しずつですが、健康診断を受ける村民の皆様が増えてきているという結果となっておりますので、皆さん引き続き今年度も
ですね、受診率アップに向けて一人一人が心がけることが大事ですので、皆さんしっかりと健康診断受けてください。まだね受けていないという皆さん、もしくはまたこの個別でですね健康診断受けたり、また職場で検診を受けている皆さんはですね、読谷村役場健康推進課の方にこの検診結果をコピーをですね提出していただくことで、この受診率というのはパーセントを出てきますので、はい、今年度まだそういえば出してないという皆さんはですね、忘れずに今年度も引き続きご協力いただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。今年のね受診率、この 44.3% よりねアップしてほしいなと思いますので、これを下回ってしまったらもう悲しいですのでね、はい、皆さんのご協力あってのパーセントと結果となりますので、皆さん引き続き28年度の受診率をアップさせるためにも引き続きですねご協力よろしくお願いいたします。そして続いては特定保険指導についてです。特定健診受診された方で結果の内容によっては保健師さん、看護師さん、栄養士さんから保険指導が必要な方がいます。ぜひ自分の体の状態を知るために保健指導を受けましょうということで、必ず受けてくださいねと言われている皆さん、もしね日程を調整したにもかかわらず忘れてしまったという皆さんは、再度調整をして保健指導を受けていただきたいなと思いますので、再度チェックよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM を挟みまして、また引き続きお知らせです。一旦 CM です。岩住の島の読谷村、トントントン、ガッチマイガッチマイ、トン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 、イチデジトントン、ワッタブットデジナトン、トン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 、ワッタムラヤ一番一番、トントントン、検診リッカリッカ、トン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 、チャーガンジュー、トントン、ワッタブットネンナトン、トン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 、トン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 、ミガンジューの島の読みたんそう。トン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 、イチデジトントン、ワッタブットデジナトン、トン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 、ワッタムラヤ一番一番、トントントン、検診リッカリッカ、トン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 、チャーガン。12時31分になりました。 FM よみたんの本スタジオより生放送でお届けしているシスターよみたん FM ランチ、はい、もう後半と入りましたが、引き続きですねよみたん村役場健康推進課のお知らせをしていきたいと思います。ということで、先ほど第2コーナーのね最後には特定保健指導受けましょうということでお話をしたんですけれども、まあね、自分の体の状態を知るための保健指導となっておりますので、必ず必ず受けてくださいと言われている皆さんは、しっかりと、はい、保健師さんや栄養士さん、
とね、看護師さんからぜひアドバイスなどをもらっていただきたいなと思います。そしてまた、結果は大丈夫であっても心配だな、こんなんでいいのかなとね、不安な方もたくさんいるかと思いますので、はい、随時、健康推進課の方では栄養相談も行っておりますので、気軽に読谷村役場健康推進課の方に問い合わせをしていただきたいなと思います。まあね、子どもたちの食事のことや身体測定、まあ、いろんな、ね、予防接種のことなども、いろんな子育てについて、はい、不安になっているお母さんお父さんもね、たくさんいるかと思いますので、そういった子どもたちのことでもね、気軽に相談をしていただきたいなと思いますので、ぜひ、はい、活用していただきたいなと思います。またね、子ども心理相談っていうのも行っているそうなので、これは毎月1回、完全予約制ではあるんですが、まあね、子どもたちの心の発達や言葉の遅れなどが気になるなっていう方、またね、子どもの心理相談も設けているということですので、ぜひちょっと気になるなという方は健康推進課まで連絡をしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、そして続いてのお知らせということで、母子授業のお知らせなんですけれども、乳幼児健診のお知らせということで、もうね、皆さんのお家にきっと1月の広報読谷が届いているかと思います。届いていますか？はい、ということで広報読谷1月号にですね、子どもたちのカレンダー、健康カレンダーということで、読谷村子ども健康カレンダーということで、3ヶ月分、1月から3月分のカレンダーが掲載されております。ぜひ子どもたちの健康診断もね、毎月行われていますので、保護者の皆さん、しっかりと自分たちの子どもがいつ健康診断を受けるべきなのか、受けなきゃいけないのか、ね、時間を調整をして、まあね、その検診を受けることで、まあね、お仕事お休みをするかと思いますので、早めにですね、事前に確認をしてほしいなと思います。ということで、3歳児検診が明日11日の水曜日に行われます。そして12日の木曜日は1歳6ヶ月検診、そして13日金曜日は2歳児健康広場、そして土曜日、今週の土曜日14日はですね、乳児健診が実施されます。会場はすべてですね、生き生き健康センター2階となっておりますので、対象者の皆さん、忘れずに、今週ね、もうずっと続けて行いますので、忘れずに対象者の皆さんは受診していただきますようお願いします。両親が行けない、お母さんお父さんが行けない場合は、おじいちゃんおばあちゃん、すみませんがよろしくお願いします。家族みんなでね、協力してもらえたらなと思いますので、お願いします。また対象者の皆さんには、それぞれ通知を送っているということですので、はい、日程の方も確認してくださいね。よろしくお願いします。また2月や3月にもですね、行いますので、こちらの日程の方はですね、広報読谷1月号にですね、ページは12ページに掲載されておりますので、確認をしてもらえたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして続いてのお知らせです。続いては婦人がん検診のご案内です。婦人がん検診も毎年ですね、毎年度集団検診行われているんですけれども、今年度の集団検診はもう終了となっております。残りは個別検診のみとなっておりますので、女性の皆さん忘れずに婦人がん検診も受けてください。こちらも同じく1月31日今月で終了となっておりますので、早めに女性の皆さんはスケジュールの方を調整してですね、予約をして受診していただきたいなと思いますので、お願いします。こちらも先ほどもお伝えしましたが、55検診カレンダーの方に裏面にですね、電話番号が掲載されていますので、各自で予約をする、していただいてですね、曜日によって、はい、マンモグラフィーや乳がん検診受けれる場所と受けれない場所とね、また予約が必要なのか必要じゃないのかと病院によって異なりますので、はい、早めに受けていただけますようお願いします。もうね、あっという間ですからね、1月も過ぎるの早いと思いますので、はい、早めにスケジュール組んでください。よろしくお願いします。さあ、そして続いてのお知らせはですね、高齢者肺炎球菌の予防接種の案内ということで、肺炎は日本人の死亡原因第3位となっております。肺炎球
肺炎球菌が原因で肺炎にかかる65歳以上の方が多いと言われておりますので、対象者の皆さん通知を、送って読谷村役場から通知が届いているかと思いますので、早めに病院予約をして予防接種を受けてください。ということで、肺炎球菌ということで予防接種のお知らせを、各あの対象者の皆さん送っているんですけども、こちら接種期間なんですが、今年度ということで、今年29年の3月31日までが接種期間となっております。こちら接種料金が通常8493円ね、8500円弱かかるんですけれども、読谷村が助成するということで自己負担は4000円となっております。ね、生活保護受給者の方は、全額公費負担ということで、それぞれ皆さん違うかと思いますが、基本は自己負担は4000円となっておりますので、こちらの方も確認お願いします。確認と準備の方お願いいたします。また医療機関へ行く際は持参するものなどもありますので、忘れずにですね、こちら行く前に事前に確認をして準備をして受診していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。また予防接種もそうなんですけれども、もうよく毎週毎週言うんですが、この予防接種もそうですが、日頃からうがい、手洗い、マスクなど着用するなど、しっかりとこまめに、ずっと行あの日常で受ける感染予防を行ってほしいなと思いますので、皆さん、自分の体自分で守っていただきたいなと思いますので、日頃からうがい、手洗い、よろしくお願いいたします。さあ、そして続いてのお知らせは子どもたちの予防接種についてです。10月1日からですね、 B 型肝炎の予防接種が定期予防接種となりました。対象者のお子様にはですね、読谷村役場から通知を送っているということですので、早めに予防接種のスケジュールを組んで、いただきたいなと思います。また公費負担につきましては10月1日から予防接種を受けた方に限りますということですので、それ以前に予防接種をした場合は公費負担の対象外となるということですので、ご了承ください。また不明な点などがございましたら、読谷村役場健康推進課までご連絡をお願いします。ここで再度電話番号をお伝えしましょう。電話番号は、読谷村役場健康推進課直通で098-982-9211 098-982-9211 までお願いいたします。またその他にもですね、子どもたちの予防接種、まだまだありますので紹介いたしましょう。 MR2 期の接種ということで、はしか、風疹の接種まだ受けていない方いませんか？こちらも接種期間は今年度中ということで3月31日までとなっております。そしてもう一つ、DT 接種、ジフテリア破傷風の接種、まだの方いませんでしょうか？こちらも同じく今年度3月31日までとなっておりますので、忘れずに、子どもたちの予防接種受けさせてあげてください。よろしくお願いします。どちらも費用はかかるんですけれども、読谷村が全額負担するということで、どちらも無料となっております。通常は1万円弱かかったり5000弱かかったりするものなんですけれども、読谷村が全額負担ということで、無料となっておりますので、対象者の皆さん、小学校入学前の幼稚園生の皆さんと小学校6年生が対象となっておりますので、保護者の皆さんはしっかりと子どもたちの予防接種受けさせていただきたいなと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。接種期間3月31日までです。よろしくお願いいたします。さあ、そして続いてのお知らせです。続いては読谷村健康増進センターからのお知らせです。ということで、今年度28年度からですね、休館日ができました。毎週木曜日が休館日となっておりますので、健康増進センターを利用される皆さん、木曜日は避けて利用してください。今週の木曜日、久しぶりに3年ぶりぐらいに行こうかななんて思っていた皆さん、いた方がもしいらっしゃったら、木曜日は、今年度から休館日と変わりましたので、皆さんご理解ご協力よろしくお願いいたします。ぜひですね、読谷村にはこういうふうに健康増進センターということで、皆さん
でですね、活用していただきたいこういったセンターがございますの、施設がございますので、ぜひ読谷村民の皆さん、ぜひですね活用して、皆さん健康なね村を作りをしていただきたいなと思いますので、ぜひぜひ村民の皆さん、この健康増進センターを活用していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、休館日木曜日ですので、ね、忘れずにチェックしていてくださいね。よろしくお願いいたします。そして続いてのお知らせということで、続いてはインフルエンザ、流行り注意報ということで、沖縄県内でもねインフルエンザ10月頃から注意報が発令されております。普段から手洗いうがいを習慣でつけている方も中にはいらっしゃるかとは思うんですけれども、またね引き続き手洗いうがいを習慣を手洗いうがいの習慣を心がけていただきますようお願いいたします。また栄養バランスの良い食事をとるなど、また十分な睡眠をとることも心がけていただきたいなと、はい、思いますので、皆さんね各自で調整の方よろしくお願いします。だね、年が新しくなって、はい、新しい年でね、いろいろと忙しい方も中にはいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですが、はい、しっかりとご飯は食べて、また睡眠もしっかりととっていただきたいなと思いますね。よろしくお願いします。そしてインフルエンザもそうなんですが、感染症胃腸炎も増えております。まあね、こちらも手洗いうがいと習慣づけてほしいなと思いますので、皆さん引き続きお願いいたします。だね、本当インフルエンザと胃腸炎がどっちもね流行っていますので、また、ね、特に子どもたちがいるところはインフルエンザより胃腸炎の方が流行っているんじゃないかなと思います。私のねお友達、子育てしている友達もいるんですけども、やっぱりね子どもたちが胃腸炎になって、家族全員が胃腸炎にかかっているっていうお話もたくさん聞いております。だね、学校でも、はい、お休みになって学級閉鎖になっているところも中にはあるというふうで聞いておりますので、日頃から、まあ、もうかかっている方も中にはいるかと思うんですけども、引き続き手洗いうがいしっかりしてください。そしてあいうべ体操もね、私も引き続きしておりますので、皆さんもぜひ、はい、予防していただきたいなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。もうねまだまだ、まあ、もう1月とちょっともう正月も終わって気が緩むともあるかもしれませんが、体調には崩さないようにね気をつけていただきたいなと思います。ということで、以上読谷村役場健康推進課のお知らせは以上となります。引き続きですね、第3コーナーは、はい、今日の眼中チャレンジはですね、メールテーマに沿ってお話をしていきますので、引き続き残りあと15分少々ですけれども、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、今日のメールテーマは、はい、2017年になったということで、今年の抱負をテーマにお知らせ、番組を進めていきたいと思いますので、引き続き最後まで眼中チャレンジをよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。
は12時48分になろうとしております。あっという間にエンディングが近づいておりますが、引き続き眼中チャレンジをよろしくお願いします。もう45分ということはお昼時間ももう残り15分ですね。はい、午後のお仕事の準備をねしなきゃいけなくなりましたが、午後も頑張りましょう。ということで第4コーナーは読みたんじゃない、今日のメールテーマ、2017年になったということで今年の抱負ということでメールテーマに沿ってお話をしていきたいと思いますので、まあ最初にメッセージも届いておりますのでメッセージから読み上げていきましょう。ラジオネームルンルンさんです。いつもありがとうございます。そして明けましておめでとうございます。今年もねルンルンさん引き続きよろしくお願いします。ということでこんにちは、今年も健康情報楽しみにしていますよ。ということで私の今年というか毎年の抱負になりますが、今年こそ痩せるです。年々洋服が似合わなくなり、鏡を見るたび、見るたび残念な気分になります。こんな気分になるのは嫌だ、今年こそ痩せてやる。ということでルンルンさんありがとうございます。毎年の抱負なんですね。まあね、でもそれぞれの似合った、ね、洋服など、まあ、それぞれの良さがありますので、はい、ぜひ、まあ、自分のね満足のいく、はい、スタイルになったらいいなと思います。引き続きね、はい、でもね体調崩したりダイエットすることで体調崩してしまうといけませんので、しっかりとご飯は食べてほしいなと思いますよ。はい、ルンルンさんありがとうございます。そして続いての、メッセージ、ラジオネーム読谷大好きさんです。いつもありがとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます、はい、今年も眼中チャレンジ楽しみにしていますということでありがとうございます。そういったお言葉を、ね、いただくことで、はい、頑張れますのでありがとうございます。そして私の今年の抱負ですが、考えるとたくさん出てきましたということで、まずは英語の勉強、おそしてダイエット、おそして新しいスポーツに挑戦するなどなどがあります。でも一番の抱負に考えていることは毎月一品作ったことのない料理を作ることです。ということで料理のレパートリーが増えるように頑張りますということで、三谷大好きさんからのメッセージでした。でもね本当料理はね、そういろんなレパートリーが増えることでやっぱり食べる楽しみが出てくるので、それは私も課題ですね。私はまず料理をすることが始まりですね。何もねあんまり作れないのでね、頑張ります。はい、頑張りましょう。一緒に三谷大好きさん頑張りましょう。あとね英語の勉強、まあでも英語ね世界語だからね、本当英語は、学んだ方が私もいいなと中学校高校からずっと思ってるんですが、全くです。はい、私もいろいろと抱負は何だろうと考えるとね本当たくさん出てくるんですけれども、まあ、一つ一つ、まあ、マイペースではありますが、はい、挑戦して、まあ、いろんなことに何歳になってもいろんなことに挑戦したいななんて私も思っておりますよ。読谷大輔さんも一緒に頑張りましょうね。メッセージありがとうございます。今年もぜひ引き続きメッセージよろしくお願いします。さあそしてもう一件来ておりますねメッセージ、はい、ラジオネームベニイモコさん、ベニイモコさん初めましてですかね、ありがとうございます。初めてメッセージ送ります、ありがとうございます。年末年始は暖かくて過ごしやすかったですね。沖縄は、年中過ごしやすくて気分が上がります。私の今年の抱負ですが、楽器を始めることです。すごい、楽器ができる人を見るといい趣味だなと毎回思います。一番、挑戦したい楽器はトランペットですが、練習する場がかなり限られるようにあようなので、三味線に挑戦したいと思います。いつか沖縄の民謡を歌いながら三味線が弾けるようになるぞということで、今日カミカミですね、いつもか、はいということで、ベニーモコさんすごい、トランペットね難しいというか、まあ本当練習する場所限られますよね。お家でもやっぱり響いちゃいますからね。実は私も小学校5年6年とトランペットを弾いていたんですけども、すっごい腹筋を使うので、やっぱ吹くのすごいきつかったなっていうのを覚えております。でもね
やっぱトランペット弾けたらかっこいいなと思いながら、まあ、小学生ながらに、はい、一生懸命やってたのを思い出しましたね。本当何か一つでもね楽器ができたら本当いい趣味になるし、まあ、いろんな、まあ、本当それがストレス発散になったり、まあ、気分転換になったらなったらいいなって私も個人的に思いますので、やっぱり趣味って大事だなっていうのをね改めて私も考えさせられましたね。またね三味線も本当沖縄のね、はい、伝統芸能でもありますので、ぜひ楽器こういう風な三味線を弾くことでもういろんな、私も海外などにもね行ったことあるんですけども、言葉が通じなくてもこういった一つの楽器こういった楽器でつながれるっていうのはやっぱいいなと思ったので、何か一つ弾けるようになりたいなって私も思って、私も三味線を少しずつですが触れたりしております。ぜひねベニーイモコさんも、はい、ぜひそういった、ね、趣味を見つけて三味線弾けたら、ぜひいつか FM ヨミタンの方に、はい、なんだろう FM ヨミタンの方に、え、なんだっけ、歌三線弾きに来ていただきたいなと思いますのでね、何かどこかで会えたらなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということであっという間にちょっと第4コーナー終わってしまうんですけれども、まあ、今年の抱負ということで、まあ、今年始まったばっかりなのでね、ぜひ皆さんには、はい、今年どういう風な年にしたいんだろう、どういう年にしていこうとね考えてもらえるきっかけとなってもらえたらなと思いますよ。そして本当は20歳の献血ということで紹介したかったんですが、まあ、成人式を迎えた20歳の皆さん、ぜひこの20歳を記念にですね20歳の献血もしてほしいなと思います。はい、ちょっとね長くお伝えしたかったんですけど、固定はまた改めてお伝えしましょう。ですがそれに引き続き1月13日今週の金曜日にですね、ザンパゴルフクラブの駐車場にて、はい、献血を行いますので、お時間ある皆さんはですね10時から11時45分そして午後は1時から5時まで開催されますので、ご協力よろしくお願いいたします。お届けしましたシースタヨミタン FM ランチ眼中チャレンジはいかがだったでしょうか。来週の、テーマはボランティアとなっております。来週もぜひ聞いてください。そして午後皆さんお仕事頑張ってください。ありがとうございます。バイバイ。